ただいま。ただいま。ただいま、ただいま。さて、さてさて、なんで夜なのにそんなにお顔のコンディションいいの？神なの？神なのかな？神なのかな？どうも、こんばんは。お肌チュルチュル？れいこちゃん好きすぎて握手会緊張、せんくていいのに、なんで、なんでいいん。初見ありがとうございます。24件取れたよ。お、ありがとうございます。サバの味噌煮とサバの塩焼き、サバが得意じゃないからな。でも多分味噌煮の方が好きだと思うな。お洋服はお揃いの服です。いつか公演入ります。お、研究生ありがとうございます。もうすぐ、お、頑張ろう頑張ろう。3日Nプラ行きます。待ってます。好きやと松屋どっちが好き？どっちに行ったことあるのかすらわからんな。なんかあんま牛丼食べへんから、カニカマはまあまあ好きです。劇場と雰囲気違う？まあストレートやからかな。あと前髪をスンって下ろしてるからかな。あのね、公演の時はやっぱり汗かくから、あのこう前髪をね、ペタ前髪はできないんですよ。ペタって刺しちゃうともうすぐ前髪が死んじゃうから、だからいつもこうねふわってさせないといけないから、ほんまはこっちのストレートの方が好きなんですけど。最近マクド行った？行ってない。マクド行きたい、めっちゃ食べたい。マクド、くそー、焼き鳥は大好き、鳥が好き。レイゴの生誕行きました。お、ありがとうございます。三角チョコパイ食べたい食べたい。おでこは絶対出しません。昨日の冠ライブはまだ見れてないですね。マクフルーリーは美味しい。てか全部好きかな、お肉は。ハート100ありがとうございます。絶対 おでこださん。論文、うわ大変そう、頑張れ。うわー、マグロ2はこのしゃべくりアワー1周年企画、このボタンをポチッと押してくれたら何かが分かります。頑張ろうぜね。24時間テレビ楽しみ。好きな英単語、そんなのねえよそんなのねえよ。しゃべくりはね出たことあるよ、出たことあるけど、なんかあんまりまだ3回ぐらいしか出てないの、全然出れないの。ハート100個ありがとうございます。明日テスト帰ってくる、うわドキドキやん。エモーションってどんな意味ですか？それはもうググるしかないよね。50マグロ完了です。かわいい、ありがとうございます。明日仕事や、うわ頑張れ。そう、あかりんさん今配信してるみたいですね。
ねえ、前髪、うん、この前髪が私も好き。ハート100個ありがとうございます。推しの卒業の悲しみをどうやって乗り越えていけばいい。これは本当にね、時間が解決してくれます。これはまあ一度なんやろ、負った傷はまあ完全にこうなんていうんですかね、完全に治ることはないんですけど、でもやっぱ時間が解決してくれます。そんなもんです。若返ってる？若返ってんの？鉄砲隊でのイベントね、まだできたらいいね。ハート100ありがとうございます。マオツの子なれ何になるかな。絶対ならまず7歩、まだ17やしあいつはまだ深夜出れないからね。そうそう、消えてなくな、いなくなるわけではないので、同じ地上空の下で暮らしているので。パーカーお揃いです。ピザ食べたい。ソリー、最近気になり始めてるね。なって、もっと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 。木下桃香さんが卒業したショックから立ち直れてないです。いやもうそうなんです、もう立ち直るっていうのはね、なかなか難しいことなんです、オタクにとって。18歳はいけると思うよ。もう私は19だから余裕でいけるんですけど。初めて来た、ありがとう、ありがとう。みんな50カウント。知り合いハマってる。お、いいね。確かに今年もパーカー楽しみ、ワクワク。ポロショコラっていうガトーショコラ的な食べ物知らない。何それ、めっちゃ美味しそう。 N プラの見どころ、 N プラの見どころはまあなんといってもメンバーの仲良さが伝わるっていうのと、あとかっこいい曲が多いので、そう、迫力がすごいですね、あの公演は。迫力が、あとは MC も面白いし、なんやろ、みんな可愛い、もう可愛い、もうみんな本当にみんな可愛い、もうみんな抱きしめたいってなります。まあどこのチームもそうなんですけどね。そう、最強。48グループの曲あんま分からんくても楽しめる？ああ、どう、うん、でも楽しめると思うな。私は楽しいけど。さえ様綺麗で、レイゴちゃんかわいい。やったね。ミサが卒業したのが未だに立ち直れてません。まあそれは私も一緒です。それは本当に一緒です。4日の M で一応全公演。おお、おめぴーん。5日弓逃げデビュー。お、やった、待ってるね。 陰キャ陽キャの MC マジ好き。いや私も好き、私も好きだし、なんか本当は卒業公演、ゆりちゃんの卒業公演の時にその陽キャ陰キャの最後の MC をする予定やったんですけど、あの私がね、あのユニットがスイカベイビーで最後の曲やったんで出れなかったんです。だから変更になっちゃった。だから本来は私出る予定だったんですよ。そこ24時間でレイコの部屋、あるかな、何倍な、それな。関東でも公演してほしい。出張公演行きたいです。なんでやねんアイドル、とてつもなく好き。私も好き、あれにもうマジ魂込めてる。スイカ大好き。お、やったね。アイシャドウ何使ってますか？ 3CE とエチュードハウスです。今日はその2つを組み合わせてます。劇場って何回行っても感動する。わかる。バブイ顔、バブイ顔ってどんな顔？わかんないわかんないよ。
昨日ユーリコールとレイココールで枯らした。嘘、嬉しい嬉しい。スイカの初日面、そう初日面だったの昨日。好きやって、やったん、うれちいなん。スイカベイビー好きすぎてスイカになりたい。スイカになったらもうほんともういろいろ大変よきっと冬はピザマンが美味しいよ、それマジそれな。チキ、私もチキ。サンタの写真かわいすぎな。そうサンタ来たよ、生写真でまたグーの音みたい。もうあの曲本当にね楽しいけど本当しんどいっすね。どこでもドア欲しい、それはめっちゃわかる。こんばんは、こんばんは。クルックは鳥。劇場公演行ってみたいけど遠いから。そうなんや、出張公演できるように頑張る。めちゃくちゃポイント伸びてる、マジいいね。見た目と声にギャップあるよね。うっそ、どんな声やと思ってた。逆にグローリーはねしたことないの。イベント面白かった、あありがとう。私も楽しかったです。ネーム B の団結力すご、団結してこその NMB やからな。OK。新潟から通ってる、うわ強、ありがとう。リナチーは陽キャかな。いやもう逆に陽キャ以外、陽キャのトップやろあいつは。パーカーどこのブランド、ちょっとわかんないんですよね。ちょっとわかんない、私あの疎くてそういうのに申し訳ない。マグロ解体ショー芸人おるん知ってるん。そうなん、おるん。黒い天使最高だった、ありがとう。マジね楽しかったね黒い天使は。はあ眠くなってきたじゃん。はあ東京の学生だから現場、そっか大変、眠くなってきた。黒い天使の全身写真ないんすわ、実はないんすわ。レナタンはいい子よ、本当にいい子。レポートとテスト勉強に追われてます。わあ、頑張れ。みんな大変やな。シャワー絶対やりたくないっていうのはあれやけど、絶対似合わん。私は似合わん。めっちゃ可愛くなったね。嬉しい、ありがとう。頑張ってよかったよ。まだまだこれからもレベルアップしたいけど、ポケモンやってないです。50カウントありがとう。最近の中学生背が高いね。そりなー。ね、私も M 出たい。またディフェンスは似合う自信はある。髪の毛は染めてないです。研究生は染めれないの。ナンバ式を当たるといいな。太顎ちゃん可愛いよね。クロス、クロスも似合いそう。投げキッス？投げキッスか、絶対しんどい。だってユイナいつも前髪びちょびちょで帰ってくるもん。イノセンス極めたら最強、確かに。リカティさんのイノセンス好き。いやもうね、サエ様のねあのイノセンスで大好きな部分ある。全ポジション制覇はね絶対無理やからなんとも言えんけど、まず16ポジ覚えるのにどれだけ5年ぐらいかかると思うな。もう本当にね1個のポジション覚えるだけでも本当にしんどいのにね、
もうみんなすごいと思う、いろんな公演出て。本当に天才だみんな、本当にピークな。でも多分やることはないと思うな、もう公演で。私はそれぞれ何ポジ覚えてる？ね、 N が3ポジで、あと M が1ポジで、 B21 ポジで、ナンバー1ポジで、研究生が6ポジ、12ポジぐらいかな。で母校へ帰れが8ポジ覚えたな、そういえばしんどかったな。どうやってそんな覚えれる、もう危機感で覚えてるよね。頑張った。寝れてる、寝れてる時と寝れない時の差は激しいかもね。いやー今年はほんまに頑張るって決めてたから、公演を。初見ありがとうございます。ポジションによって運動量って変わる、変わるね。なんやろ、まあ後ろのポジの方が運動量は激しいですね、やっぱり。確かに10番勝負らへんの時は本当にしんどかったかも。レイコッチ、あさって N プラどこポジ？まあヒントを出すなら、追っ手がやってくるだろうのポジションです。ヒントね。髪切りたいのだから切りたいですってメイクさんに言ってるけど、いっちゃんわかりやすい、ここが。あ、何が起きたのかのポジションではないです。そこの人のポジションではないです。関西弁だね。まあね、19年間大阪住んでるんで。ポジションっていつ決まるの？いや本当にね、ギリギリの時はもう3日前とかですかね、3日2日とかとかですかね。もう本当に直前なんで、いつも大変です。練習しな明日。もうね、Nプラはなんかその散歩時をなんかめっちゃぐるぐるやってるから、もう頭こんがらがる。どうやって覚えるの？もう危機感で覚えてます。そう、私大阪と鳥取のハーフ。なんかね、でもダンスは、ダンスの方が私ね覚えられない。ポジションは一瞬で入るんやけど、そうなんよね、ダンスがね本当に覚えるのが苦手で。そう、ギリギリじゃないと、追い込まれないとできないタイプで私。それでまあなんとかやってきましたよね。どこの公演が一番大変な？どこの公演も大変よ、全部大変。そうなの、そう、ハーフだよ、覚えといて。私大阪と鳥取のハーフなの。鳥取はいいところですよ皆さん。握手会も行きたいし、喋れんから無言になる気しかしない。あ、私から喋るから全然大丈夫、安心して。20歳未満幼い人だったのに、嬉しい。まあもうすぐ20歳になるし。鳥取っぽいこと言って。鳥取っぽいこと、でも鳥取って言うてそんなに方言ない気がするんやけど。
MC が大変な公演は、うん、研究生かなそれは。派閥的なものとはどういうことやろ。広島弁、広島弁って何があります？何がある？分からん。何？鳥取って意外と、そうかな、遠くない？私も遠いイメージしかないねんけど、振動っていつもなる。ジャケ、ブチ〇〇ジャケ、好きジャケ、かわいい。ジャケ、さあなるほどね、かわいい。ジャケンの、かわいい。そうよ、鳥取いいとこよ。豆腐ちくわ、醤油つけて食べる。そうだよ、20世紀梨も美味しいし、カニも美味しいし、鳥取砂丘は暑いけどでもすごくのどかでいいところです。スタバもできたし、鳥取砂丘以外の見どころ、なんやろなんやろ、難しいなそれは。海、そうね、美味しいよね、20世紀梨。博多弁、博多弁は水筒よとか、水筒、そう、砂はあるから、そうなんすよ、そうなんす。カニっこ館ってなかったっけ、鳥取に。ラクダもいるよ。お、あるか、あるよね。この配信はでもそんなに長くはやらんかな、11時過ぎぐらいまでかな。りょうたって呼んで、りょうた。あ、水木しげるロードは島根なの、鳥取じゃないの。ほう、こけてきてない、こけてきてないわ、むしろいっぱいだわ。あれ、水木しげるロード鳥取やったっけ、島根じゃなかったっけ。なんか遠いイメージある、なんかめっちゃ乗ったイメージあるな。あれ、どっちや、どっちや、あれ、おおおお、いや島根、あ、おおお、どっちや。境港、そう、境港、ギリギリ鳥取なんや、ギリギリ、だから遠かったんか。あー、コナンはね、あの鳥取の駅に あったね。いやー、でもね、本当に水木しげるロード行ったのも小学生の時やから、もう全然覚えてないんすよね、わかんない。てか最近鳥取ほんまにもう何年帰れてないんやろってぐらい帰れてないから、もうわかんないな。コナン博物館あんねんや、それは行ったことないかも。今年の夏帰ってない、今年の夏はね帰ってないけど、あのお父さんが帰ったの、
あのね、もう NMB になってからはね帰れないよね。あの予定が分からんから、そうギリギリんじゃないと NMB は予定が分からないので帰れないんですよね。れいこちゃんはあのお兄ちゃんとお姉ちゃんがいます。だってあれやしね、まず公演のメンバーとかファンの方と一緒のタイミングで知るし、そんなもんなんですよね。妹弟はいないです。そうなの、ギリギリなの。れいこちゃんなんて呼ばれるのが好き？んー、なんでも好き。あのね、でもね、呼び捨てで、名字呼び捨てで呼ばれるのが本当に苦手なの、前だって。だからそれ以外なら。あとあのフルネーム呼び捨ても好きじゃない、ま、かな。何歳離れてるの？めっちゃ離れてるの。何歳まではあんまり言えないけど、レイコの呼び捨ては全然。あ、ナナホだ。やっほー、ナナちゃん。はな、あのショールーム始まってすぐぐらいに君は LINE を返してきたね。まだ返信できてないよ。だからナナホからなんて呼ばれてんの？普通にレイコって呼ばれてます。君も今日配信してたね。レイコちゃんが一番呼びやすい。じゃあレイコちゃんね。めちゃくちゃしてたわよね。おつおつぴよだね。もう私もちょっと眠たくなってきたよ。ねえ頑張ろう、マグロ食べよう、みんなで。ねえ見て、ナナホまだおるか分からんけど、マシュマロ、お母さんが買ってきてくれたマシュマロ、おいしいで、いちご味で。かりんちゃんもこの前までななほちゃんと同じアバターだったみたい。あ、そうなん？星になってる。何？星子。察して。ちょっと分からんわ。まあ察すわ。うまっ、うまい。この前劇場で前田さん見てから超気になってます。超気になっちゃいなよ。あげマシュマロは喉にいいらしい。あ、そうなんや。おいしい、うまっ。ご飯行こうね。なあ、あ、ちょっと今は言ったあかん。え、あ、言いたいけど言えない。じゃあ察してな、7歩。その行く前にご飯行く？ある場所に行く前にご飯行ってからある場所行く？わかるかな。それを言おうと思ってた。あ、察してくれた。行こう行こう。
ご飯何食べる？私はもう何でもいいけど、何でも焼き魚以外なら何でも食べるけど、連絡事故、いやほんまに連絡事故。まあでもさ、そんな分かる、この見てる方が分かることは何も言ってないから大丈夫。オッケーオッケー、行こう行こう、楽しみ、もうほんまに楽しみ、やばい、いろいろ楽しみ。はあ、楽しもうね、連絡してね、これ終わったら連絡するわ、待っといてねーって。あー楽しみ。レイナのよく遊ぶん、遊ぶっていうのはないかな、なんかでも常に一緒にはおるかな、だから一緒にいすぎて逆に遊ばへんかな。焼き魚苦手なの。1万あ違う、また間違えた、1800万超えた、おあとちょっとやん。最近レイコッチ楽しいこと多くて嬉しい、そんな嬉しいって言ってくれるとか、心めっちゃ綺麗じゃない、大好き、私も嬉しい、ありがとう、共有してくれて。お寿司はいけるよ、お寿司大好き、今日のお昼はねお寿司食べたいっつってお母さんにお寿司買ってもらった。アーノンとは最近どうよ、アーノンがね結構なんやろ、強烈的な反抗期が抜けましたね。縁側好き、そう一緒にいすぎるとそうなの、悪い子の動作で好き、そうなんやろうって思ってさ、悪い子って、縁側美味しいよね、DD っていうか普通に何やろ、濃い人肌恋しいから受け入れてるところ、受け入れてくれる人のところに行ってるだけなんだよ。さすが吉田あかり様だね、自分で自己紹介決めたよ、つぶ貝食べたことない、縁側とイカ大好き芸人やってたら確かに白い、確かに、そう生はね食べられるんだけど夜勤になると無理なのね。つぶ貝美味しい？人生損してる？じゃあ食べてみよう今度つぶ貝。煮魚はギリいける。なんかパサパサしてるのが無理で。なんかあとなんかなんかもともとそのなんやろ、独特なあの臭みもあんま好きじゃないんやけど、エビも苦手、そうなの、だから好んで魚は食べないですね。パサパサしてない焼き魚もあるよ、マジ紹介して今度そう肉、肉が好き。ゆりちゃんの卒コンでれいこちゃんに一目惚れ、嬉しい、あやかちゃんありがとう。寒くなったら貝が美味しい、貝が美味しいの、ハラスは神、そうお肉派なの。あお揃いのパッカーです、センターとキャプテンの兼務は大変、大変、超大変だけど楽しいよ。煮付けはギリ食べられる、カニは大好きです、それは多分小さい頃からカニ食べてたからかな、おばあちゃんが送ってきてくれる。好きなお肉の部位、ホルモンも好きだしハラミも好きだしカルビも好き、全部好き、全部好きです。
ユーリって呼んでほしい。ユーリ、ユーリ。モブメの変身はね、見れるときは見てます。タン、あ、そうだ、タン。あ、レバー以外なら食べられますね。レバーは本当に無理です。タン大好き。鶏豚、牛、どれが好き？そう、それがさ、本当にさ、苦渋の選択というものでございまして、鶏も本当に大好きだし、でも豚も美味しいし、でもやっぱり牛も強いしってなったら本当に全部好きです。うなぎ好き。やってみたい公演ある？リセット、絶対リセット。てっぺんラジオ聞いた、レイコのこと褒めてたよ。え、どこで、どこで、ちょっと教えてほしい。なん、誰かい、誰かい、嬉しい。誰かい、誰かいですか？いつのてっぺんラジオですか？聞きます、聞きたい。絶対リセットやりたい。8日ナンバーアイ公演だって。知ってるよ、2回公演でしょ。リセットのユニットは何がいい？難しいな。でもセーレジは多分似合うんやろうなっていうのが思うかな。セーレジは多分似合うと思うな私。逆転はなあ、奇跡も楽しそう。でもあんなイケメンなんできないな私は。先週のてっぺんラジオ、あかりんさんの時のやつ、誰とのお話、誰、あ、ソファーもやってみたい。衣装似合うかどうか分からんけど。毒蜘蛛大好き私も。堀さん回オッケー、堀さん回ね。てかもう全部好き、リセットの曲は本当に大好き。もう引っ越しましたも大好き、ウッホも大好きだし、全部好きです。リセットは私の青春なんです。何回見に行ったことか、本当にエモいな。ドル明けも好き。そう、紙テープも受け取ったことあるよ。Nプラセトリに毒も入るかもやったらしい。ああ、ナナホから聞いた。ね。リセットはね、最善はないかな。誰推しだったの？私は三田真央さんをずっと推させていただきました。バラ取ったこと、あーら、いいね。紙テープアンチュの持ってる、いいな、いいの、いいの。久しぶりに来た、ありがとう。錬金もいいよね。最近はね、会ってないです。紙テープはもらえるよ、もらえる、もらえる。世間話してたらこんな時間。レイコ、レイちゃん、なんて呼べばいいかいまいち。なんでもいいよ、好きな風に呼んでください。いやマジアンチさんはほんまに神、顔面が。レナピョンの紙テープ持ってる。お、ももかさんオレンジだったかな。そうなのね。三田さんは赤っていうのしか分からへん。あ、前田以外ね。呼び捨て以外で、何、名字とフルネームの呼び捨て以外なら。そう、離れ小島だから三田さんは。友達からは何て呼ばれてるの？レイちゃんかレイ子です。メイクはね、今日はエチュードハウスと 3CE でこうなりました。そう、アンチさんはもうね、さ、もう最強。二押し誰だったんですか？二押しはね、いなかったです。
お友達はねたまに会えるね。ただいま恋愛中。何あったっけ、あんまり覚えてないな。レイコッチはね、あのかりんちゃんが呼んでくれるかな。友達は呼ばれたことないかな。初めてショールーム来たけどめっちゃ可愛い。やっとね、うれぴー、ういー、あ、お揃いです。誕生日一緒。お、あかりんが呼んでるよ。あかりんさん、あかりんさん、現役 NMB メンバーの推しはもう圧倒的石塚あかりさんです。今日のメイク最強に可愛いです。いや私もさ、このメイクめっちゃ気に入ったから、ちょっと最近、最近じゃないわ、今度からこのメイクしようと思って。アーノンはあの推しじゃなくて目での対象です。今までに握手したことある人は、三田さんと山里奈さんと心さんとウーカさんとなるさん、なんか善悪のメンバーと三田さんですね。今の乃木の推しメンがね、鈴木彩音さんかなと。だから個別は三田さんだけです。なんか善悪を含めるとって感じです。Nプラもそのメイク、あ、やろうと思ってる。そうです、楽しいです。なので、前役で初めて三田さん以外のメンバーと握手したんで、もう何どうすればいいか分からなかったって感じですね。卒業の時はひたすら寂しかったですね。連絡はしてないです。でも本当に単押しでしたね。もう眼中に三田さんしかいなかったです。 DJ みーちゃんがレイゴちゃんオーラある。嬉しい、みーさんありがとうございます。いや本当に三田さんしか見てなかったんですよ。本当にもう一回言うけど、本当に三田さんしか見てなかったんです、私はオタク時代は。本当に楽しいだったんです、私なんか他のメンバーも好きやけど、でも本当に三田さんしか見てなかった。ねえトップ面ね、今度握手行こうかな。待ってる、明日の12時までね、個別握手会ね受付中だよ。そうなの、だからね単押しは卒業のダメージがね死ぬ。あかりの部屋行ったられいこ頑張ってる言うて、れいこたん言うてた。うん、あかりさん好き、握手取った。あ、ありがとう、嬉しい。そう、ありがたいことに12月22日は2部とも完売してるので。そうなんです、ちょっとでかかったよね。マオキュンとの思い出、うん、一番近い思い出だと誕生日の日に動画のメッセージくれたことですね。死ぬよね。パーカー見せて。こんな感じで、NMB の中で指パッチ上手い人って誰かな。そんなん私やろそんなん私やろ。昨日も同じパーカー。そうなの、なんかでも今日はゆうりちゃん誕生日やし、また着ようと思って。
指笛はさすがに無理だ。夜勤頑張る力、うわ頑張れ。指相撲も強いよ。この前イベントリンゴヘアでお見送り死んだ。マジ？リンゴヘア大好き。そうや、沖さんも誕生日や。エッチな沖さん、一人暮らしじゃないよ、実家。握手会で指相撲はね、多分ね止められると思うな。止められると思うな。行くに行ってはレイコちゃん撮ってる。うわありがたい、大好き。ハート1000個ありがとうございます。そうです、実家。沖さんはエッチだよ。うん、多分ね握手会はね指相撲多分できないと思うな、止められるな。あっち向いてホイでもダメやろね、らしいです。らしいよ。星いっぱい投げた、ありがとう。ね、確かに今日は多いですね、誕生日。難波式写メ会レイコ当たりますように。ナムナム。レイナがいつもお世話になってます。いやこちらこそです。街中であったら指相撲をね多分しうん、時と場合により。すっぴんやったら絶対しない。12月現場少なくて、確かに少ないかも。12月好きな映画は天使にラブソングをが好きです。バイト中に同級生からナメパしてるんだけど来るって、うわしんどしんどいよ。そうもうね、ちっちゃい時からその映画が一番好きです。肌す、あのねスキンケアはあの実は全く何もしてないくて、本当に両方見た、両方見たよ、もちろん大好きやもん。全くねしてないんです。だからしないとあかんねやろなって思うけど、ちょっとめんどくさくて。大好き本当に。なんやろ、化粧前に化粧水と乳液はつけるけど、お風呂上がりとかは全く何もつけないです。本当にパックもほぼしないですね。舞台版は見てないかも。ママの卒コン出てほしいな、出たい。未来ちゃんの直筆2枚引いた、それ強それは強いな。確かにもうそろそろ終わります。半になったら終わります。石鹸21インテックス乃木坂さんと会場かぶってる。マジ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 、シャッシャッ。ただこの時間は陰謀汚されちゃった。いいよ大丈夫、クリーニング出せば問題ない、気にしないで。生かしたドレス君って、ショーの企画に協力してくれてありがとう。いやいや一緒にマグロ食べよう。プレゼントなんだと嬉しい、なんでも嬉しいけど、なんだろうね、まあお洋服とか靴とかかな。生写真弾けたことない、弾いてく、弾けるように。へえおまじないあやてぃんさんは
ラップ強いよ。じゃあね、服のサイズはまあ大体 M です。靴のサイズは 24.5 です。そんな感じですかね。プレゼントはね、あのね、劇場の劇場に送ったら私のところに届くと思います。スーツメガネ男子よき、もうすぐなんか届くかもよ、構成サンタから。うわ、もう最高な響き。 ANK 大好き、超好き ANK。 もうね、本当にね大好き何回も言うけど ANK とバブルス大好き。靴って1万以内でむずない、意外とな。確かに、でもリーズナブルなとこが好きやから。私ごめん愛せないんだ、ちょっと遅すぎた。そう、プレゼントはね1万円以内なんですよ。お手紙はね読んでるよ、読んでね、あのお手紙ボックスに全部ね、大事にしまってます。僕の薬指には違う彼女がいる、ごめん見つめるだけでそうとは言えそう、そのいいせ。そう、お手紙は全部ちゃんとね読みます。俺の薬500円、わお強い。手紙何回も送ったらいいや。そんなことないよ、めちゃめちゃ嬉しい。ゆりちゃんすすこんで、れいこちゃん近くで見れて、おやったん。課題に追われてるからエールください。ファイティーン。ボックスあふれないね、超でっかいボックスなの見る、近くにあるの。ほら超でっかいボックスいいね。もうねめっちゃ今重たい、めっちゃねいっぱいたくさん入れてるよ。もう本当に全部ちゃんとここにしまってます、みんなのお手紙。これはもう愛の箱です。そう、でかくない？でかいよ。ちゃんと撮ってるよ、だって嬉しいもん。私のも入ってるかな、もちろん。もうほんまに全部入ってるから、ここにくれたお手紙は。もうれいこに会いたくて干からびそう。ダメー、潤わさないと。ぜひぜひ待ってます。いやもうたくさんよ。なんか最初はハートのボックスに入れてたんやけど収まりきらんくなって、なんかそしたらお母さんが大きいボックス買ってきてくれて、だからここにね。でもねまた埋まりそう。それもでも嬉しいよね。手作りのキーホルダー、愛じゃん、嬉しい。普通にね封筒で OK だよ。いろんなみんながね、こう可愛い封筒とかね、いろいろ、ここではちょっとショールームでは見せれないけど、もういろんなね可愛い封筒にみんな入れてくれてね、でねちゃんと書いてくれてるのめっちゃ嬉しい。よいしょ、某ネズミのキャラクター。ああ全然大丈夫、
弓逃げで死ぬほど泣いた嬉しい。レターセット毎回買えるか迷う。もう何でも嬉しいよ私は。手作りもね OK だと思うよ。画像加工も嬉しい。チャブウトでも全然大丈夫。握手会で緊張しないね。緊張しないは無理よ。だってね好きな顔が目の前にいて緊張しない人間なんかいないんですよ真っ白なやつでも何でも平気よ。りょうちゃんね好きです。可愛いですよね。筆ペン強っ劇場デビューの日のこととか。なるほど確かにね。ツイッター見てて気になってきました。ありがとうございます。お趣旨大好き。プリキュア世代です。ネタ書いて送る強っ。大好き愛じゃん。ゆうりからもらったお手紙はね、ゆうりちゃんからもらったお手紙はね大切にしまってます。アニメの封筒でも全然いいと思うよ。ぬいぐるみも嬉しい。お趣旨かわいいよね。お趣旨大好き。今僕その店チョコはねまだ食べてないの。でも大好きなとこのチョコやった。ゆりちゃんがくれたチョコはだから味わって食べたいと思います。ゆりちゃんがくれた手紙です。お寿司って確かになかなか売ってる場所少ないかも。マジ好き。ごめん愛せないんだ。あそうチャブート。私字汚い。そんな上手じゃないよと言ってる間にもう半です。アキラ氏が振り付けです。ごめん愛せないんだわ。はいありがとう。またまた配信に来てくれてありがとうございました。ゆるかったけどまあこんな感じでいつも生きてます。私はゆるく。ということで壇上ランキング発表します。いきます。13位うらうらさんありがとうございます。12位ひさおさんありがとうございます。11位みのるんさんありがとうございます。10位峠さんありがとうございます。9位ブラッキーさんありがとうございます。8位せいさんありがとうございます。7位加藤さんありがとうございます。6位マッソーさんありがとうございます。5位フクポンありがとうございます。4位アキブーさんありがとうございます。3位がハルボーさんありがとうございます。そして2位ジュンさんありがとうございます。そして1位ダイちゃんありがとうございました。ありがとうございました。パチパチありがとう。とても楽しかったです。また時間があればしたいと思います。では次みんなに会えるのは3日のN プライド公演ですね。楽しみにしてます。 N プラまで。じゃあまたまたね。バイバイありがとうございました。